はいどうも、料理のお姉さん、リュウジです。はい、今回はですね、コラボ動画です。どちらのコラボかと言いますと、こちらのですね、誘惑のふりかけ、牛豚味、大森屋さんの新商品のふりかけになるんですけども、こちらで料理を作ってみたいと思うんですけども、味がわからないとレシピにしようがないのでですね、今からですね、ふりかけとして食べてみたいと思います。はい、ではですね、早速食べていきたいと思います。僕もね、YouTuber 感出てきましたね。お、結構やっぱ天かすがいっぱい入ってますね。これ肉そぼろ的なのが結構いっぱい入ってます。食べてみたいと思います。いただきます。うん、めっちゃ飯に合います。これ味付け的には、とってもね、結構ね、甘口の味ですね。この肉そぼろにもすっごく味がついてて、具材感がすごいありますね。天かすもですね、ザクザク言って、ものすごく、食べてる感があります。これね、すっごく美味しいですね。そのままご飯にかけるだけでもものすごい美味しいんですけども、僕一応料理研究家なので、こちらをですね、さらに美味しくするためにですね、試行錯誤していきたいと思います。はい、ではですね、作っていきたいと思います。まずですね、パスタ半分に折っていきます。半分ずつ折るといいです。こんな感じでクロスさせます。麺がくっつきにくいようにですね、これはね。でここにですね、バターです。ここにお水、はい、あとお塩ですね、一つまみ、さらっと。ラップせずですね、ラップはいりません。はい、このまま電子レンジで600ワット9分かけていきます。ね、こんな感じになってます。はい、この誘惑のふりかけ牛豚味、こちらをですね、大さじ3杯、はい、混ぜちゃいます。あ、すっごいいい香りしてきました。茹でる時バターを使ってるんで、バターの香りもね、すごく、してきます。あとこの牛豚のね、甘辛いですね、匂いとすごくバターの香りがすごくマッチします。この時点でもう約束されてますね、勝利がね。盛り付けていきます。高く盛るのはね、意味があるんですよ。これはね、高く盛ると、パスタが、ね、冷めにくくなるんでね、そう、熱がね、中にこもってね、冷め、にくくなるんです。これ豆知識です。さらにここに、ふりかけを、あとここに最後に、ね、僕の得意の卵黄、誘惑のふりかけパスタ完成になります。はい、ではですね、早速食べていきたいと思います。僕はね、最初からクライマックスなので、卵黄あります。いただきます。これめちゃめちゃうまいですね。このふりかけとすき焼き味じゃないですか。まあ、やっぱすき焼きだから卵合うんですよね。はい、このこうトロッとした卵黄との絡まったところ、これ最高です。あとね、バターの、香りもすごくマッチングしてて、めちゃめちゃ美味しいです。これで甘辛の味が、パスタにですね、こう力を与えているような、感じですね、うん、これねマジでやみつき味ですね。めちゃめちゃうまいです。これちょっとビールもいただきます。あ、いや幸せだこれ、マジでうまい。これね、ふりかけ多分これぐらい味がしっかりしてるからパスタによく絡むんでしょうね。めちゃめちゃうまいです。これ超おすすめですね。火は使わないしですね、包丁も使わないのでめちゃめちゃ簡単です。耐熱容器があればできちゃうので、ぜひですね、皆さんもこれを真似してやってみてください。こちらの、今日使わせていただきました、こちらの誘惑のふりかけ、牛豚味、はい、こちらですね、概要欄の方にですね、僕のコラムの URL 貼ってありますので、そちらもですね、ぜひぜひチェックしてみてください。これねマジで美味しいんでね、おすすめです。はい、それではですね、今回の料理、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなと思った方は、ぜひぜひ、チャンネル登録、および高評価をよろしくお願いいたします。